こんなの余裕よ。食べなければ告知し放題じゃない。完璧なアイドルの私に持ってくる企画にしてはちょろすぎじゃない？ちなみに今日のメニューは？豚丼？そう。まあ確かに豚バラ肉の油と甘辛いタレの相性は抜群よね。私は食べないけど。でもほかほかの白米と一緒にかき込んだらもう。え？早く食べないと冷めるって？いや食べないから。でもせっかくこんな美味しそうなのに。あ、もう無理。いただきます。濃厚なバラ肉を卵がまろやかにコーティングしてる。ご飯と一緒にスルスル入っちゃう。卵の黄色、お肉の茶色、ご飯の白、このコントラストはもはやオーロラよね。まさか丼の内側で天体観測できるなんて。もう豚丼最高。やっちゃった。だってほかほかの上にお肉大盛りなんてずるいでしょ。そうだ、告知時間14秒。それだけ？いいわよ、やってやろうじゃない。アイドルの告知力見せつけてあげる。私アリス柚月は完璧なアイドル、欲望だらけのご飯なんて食べない。なのに隣に住む男の子鈴文は私の健康のため手料理を食べさせる飯落ちに挑んでくる。豚丼、ラーメン、お好み焼き、毎日私を襲う鈴文の誘惑、絶対に食べないんだからね。俺の背徳飯をおねだりせずにいられないお隣のトップアイドル様は11月25日発売。どうよアイドルの力。みんな作品買ってね。